練習するならインドアアウトドアどっちはい自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ今回なんですけどまぁ、あ、その練習していく中でインドアコートの方がいいのかアウトドアコートの方がいいのかといったですねご質問にお答えしていきたいと思います。はい、えー、こちらで、ねえー、結構35歳以上の はい。テニス一生懸命やっていらっしゃる視聴者の方が増えてきましたので、はい。70歳以上の方で10%を占めてるんですよ。なのでね、はい。もしよろしければこちらのチャンネルですね。お悩みの方へ、えー、ぜひお伝えいただければと思います。ちょっとでも内容よかったら、高評価ボタンとチャンネル登録、コメント欄にご質問、ご意見、ご感想、ご要望、お待ちしております。では、行ってみましょう。まあ、あのー、ぶっちゃけ結論から言いますと、はい。 あの、いろんなところで練習した方がいいと思います。で、えー、基本的に試合をメインにね、される方はアウトドアの練習が半分以上あってもいいと思います。で、あのー、結構僕思うんですが、例えば、その、インドアでね、しか練習しない人は、まあインドアでしかテニスしないから、まあ、なんだろう、 別に試合も出るわけないから、別にインドアでいいやっていうのも、あのー、いらっしゃるんですけど、まあ外にたまに行くことで風の影響とかもあれば、その天,天候のね、この影響を受け,やす受けやすくなってくるので、まあちょっと気分転換にはいいのかなっていうのはあると思います。はい。 あとは外でするとね、結構こう、お天道様の中でこう快適になるんで、まあ、代謝も良くなったりとか、健康的にもなるってね。はい。まあ、あの、日焼け、日焼けとかね、日焼けの面とか塗るね、こう、いろいろと手間あると思うんですけど、まあそういった意味ではいいのかなと思います。で、えー、逆にアウトドアで、あの、手にされてる人って、インドア必要なくねって、だってほとんど外じゃん。だってね、ねっていう方も多いと思うんですが、あのー、インドアの特徴って、 風ないじゃないですか。で、技術身につけるには、インドは絶対いいんですよ。なぜかというと、例えばじゃあフォアハンドのスピン練習しましょうってなった時に、えー、外でね、こう風の吹いてる中、スピンの練習してたりとか、ね、こうするじゃないですか。あと、例えば雨,雨の後でこう練習したらこうボールが重くなってたって。そうすると、正しい技術とか効率のいい技術とか身につけられなくなってくるんですよ。で、風が吹けば、 で、ね、それに反応できなかった意味がないってね、思われる方もいらっしゃると思うんですけど、結構ね、あのー、確認するためには、まあ、我々だって別にプロでもなければ、ね、その、ちょっとしたことで変な癖がついちゃったりとか、ちょっとしたことで、こう、打ち方がおかしくなっちゃったりとか、ちょっとしたことで、それううこそ怪我をしてしまったりとかする可能性って大いにあるんですね。なので、例えば、まあ、毎日選手されてる人とか、週に3回されてる方であれば、まあ、 そのうちの1日とか2日、インドアでしっかりと。そのインドアでもね、あのー吹き、横吹き抜きはダメですよ。風が吹いてくるから。あんまり意味がないと思うんですけど。あのー、ちゃんとしたインドアであれば、はい、しっかりボール打つこともできるし。あと、この、打った感覚が上がってくるんですよ。うん、と例えば室内だったら、やっぱり、 ね、よくあの、外出た時に音があって、お、あの、おっしゃる方がいいんですけど、室内だと、ある程度ちゃんと打てばいい音するんですよ。そのちいい音してると、そのスイングだなと思って、こう、身につけてるんですか。で、まあ、漠然としてたら、まあ、話は別なんですけど、そこでこう、いい、あ、いい音するなぁとか、このスイングだなでってで、風の抵抗も受けなければ、ね、こう、なんだろう。 こうとか湿ったりすることもないので、大体こう定期的に同じリズムの同じペースのボールが打てるようになります。そうするとその中で正しい技術を身につけていきます、ね、例えば、ボール通ったものも風が吹いて曲がってくるんだったら、もうこっから無理にこう変にこねていく打ち方になったりとか、ボレーとかもね、変にこう切っちゃったりとか、あのー、すると思うんですよ。なので、こうシンプルな状態で技術をリセットして、はい、こう、なんだろう。自分の技術を磨いていくって言った上では、必ず週に1回は、 インドア入れていいいくと、えー、いと良思いますあの外でね、試合がメインになる方はもちろん、あの外のね、練習もたくさん入れていった方がいいと思うんですが、まあ、そういった意味では、こう、順応性というか、あの順応性を上げるためにアウトドアに行きながら、技術を見るために、こう、インドアっていう、この選択肢。で、あと、その、コート、いろんなコートでテニスをすると。 良いと思います。特に試合出ていく。例えば、じゃあ、あのー、まあ、日本だとオムニコートが多いので、オムニコートっつっても、オムニコート結構あるんですよ、あの種類が。それこそ、オムニコートっていうのは、住友ゴムの登録商標なんで、砂入り人工芝ってなるんですが、まあ、人工芝もいろいろとあって、えっと、最高級なのが、通れの芝なのかなここ、あのー、浦安の運動公園とかとか一番高いの使ってるって、え聞いたことあるんですけど、まあ、それはさておき。で、その、いわゆるその砂入り人工芝の砂も、 変わっっててくるるんんでですすよ海砂砂と山あ例えばオムニコートでプレーしてオムニコートがスナイ人工芝でプレーしてて、えー、砂が多すぎてボールが弾まないこの場合ってね海砂なんですで海砂っていうのはもうサラサラなんですね丸いでその砂でこうプレーでそこでプレーすると同じその砂ナ人工芝のバウンドが変わっこう ボコンってあんまこう弾まなくなっちゃう逆にイレギュラーが多いってなってくると今度山砂なんですねこの砂のこのんだろうトゲトゲしたっていうか丸みを帯びてない砂が多いのでそういったところはちょっとこうイレギュラーしやすかったりバウンドが高くなったりしますで、まあ、あとはそのハードコートでハードコートってこれあの結構ねコンクリートとハードコートをね一個チャンスする方お方するんですけどえハードコー正しいハードコートっていうのは ちゃんとバウンドしてこう高く跳ねていくるんですよ。なんかこう滑ってくるのがハードコートって感じられてる方が多いかったりするんですけど、実は本当のハードコートとかって、やっぱこう失速じゃないんですけど、こうちゃんとついて伸びていく。だからボールが滑っていくっていうのは本当のこうハードコートではない。なのでまあそういった意味では、まあ最近ね、あのデコターフっていうね、あの四大大会でも使われてるような のこうちょっと廉価版劣化版じゃん劣化版ねあのな何層かに塗るのがあるんですけそれが7層だか9層だかの5層になるんですけどまあそういうこのデコカラーっていうのがあるんでそういうものであればえー、なんだろう良いと思います。でまあそれもこのいろんなコートをこうやっていくことでバウンドの感覚を身につきますしあの特にねあの草糖とか出られてる方で、ね、もき いいですかいやお前それもう使えねえだろみたいなそんな中でもやることがあるのでいろんなコートでこう柔能性を身につけるっていうのは、えー、大事だと思いますねだからインドアアウトドアにこうカテゴライズされずこう他のそのいろいろなコートインドアでもまあカーペットもそうですしえー、普通のねあのそれこそ なんだろう砂入り人工芝のインドアもあったりしますしあとはその砂のない、まあ、いわゆるセーフティーターフとか、えー、砂なし人工芝まあそれ人工芝かのとこでプレーするであのね滑らない方がいいかなっていう一般プレイヤー滑ってくるハードコートもその砂入り砂なしも人工芝でもこうツルってねピュって。 で、なので、あの、これ否定してるわけじゃないんですけど、カーペットコートで試合しないのであれば、カーペットコートは僕は個人的には、まあ試合出る前提だと、あの、あんまりお勧めしないかな。で、カーペットコートって、実は怪我しやすいんですよ。で、あのー、まあ、こういうと何なんですか、どういった意味かっていうと、カーペット、特にふわふわのカーペットあるじゃないですか。で、あれ足に優しい。 って言われ方もするんですけど、その場合はね、ちゃんとしたカーペットコートを履かないと、オールコート用とか、オムニコート用のシューズだと、ここね、こ、この部分で、ちょっとクッションがつきすぎちゃうんですよ。だから、地面を蹴ろうと思った時に、クッションの分だけ、あとこう、ふかふかな、こう、カーペットになってる分だけ、こう、空間みたいにできるんですよ。空間っていうのは、なんかこの隙間みたいな。そうすると、 グッて踏み込もうと思ったら、自分が踏み込んでるつもりでも、この余白があるんで、やっぱね、プチンってね、切ったりとか、あと、肉離れをしたりとかしやすいんですよ。足ぐねったりとか。なので、まあ、カーペットコートは個人的にはインドアでも、まあ、アウトドアはないですね。壁をね、寝ちゃうから。まあ、おすすめはしないかなっていうのは。 あります。まあ、あと、ボールとの相性とかもありますのでね。はい。あのー、そこら辺も踏まえながら、いろいろとこう練習していかれるといいのではないかなと思います。ちょっと若干話は脱線したんですけど、まあ、このインドアとアウトドアのそれぞれのこの特性を活かしながら、あとはいろんなコートでこう、プレーをしていくっていうのは大事です。で、あのー、ボールも結構大事です、ね。テニススクールやる気があるか、あ、これね、言っちゃダメかな。やる気あるかないかってわかんな、ね、い。あのね、 ボール見てください。で、ボールはどのレベルのボールかってなってくると、はい。大体テニスクールさんのボールって、えー、プレッシャーボールの一番安いものが多いです。はい。だから、それこそダウンロッププラクティスとか使ってる、まあ、個人、あの、あの、ボールの、あれ、こういう名刺言っちゃったけど、使ってるスクールさんとかは、かなりちゃんとしてると思います。はい。 もうあのー、ちゃんとしてる、まあ、あとはボールを頻繁に変えるので、ボールね、フェルトが硬いとね、あのー、劣化しにくいんですけど、なんかいろんなボールで練習はした方がいいと思いますだからスクールさんがまあその安いプレッシャーボールを使ってたとしても、まあ、交換頻度が良ければいいと思うし、まあ、ご自身で練習されるとか、いろんなボールで練習いろんなボール、いろんなコートで練習していくと、順応性が身につきますので、はい。で、歯、え、足、ー、は戻りますけども、 インドアコートとアウトドアアアココーートトトとウそのの技術の習得をしっかりするその技術をこう応用としてて使っていくと外ばっかりプレイしててもそれは悪くはないんですがあの大人になって変な癖がついてしまうと抜けなくなるのでジュニアの頃はねあ,のある程度こう柔能性もあるし筋肉つく前なんですけどだからそういった意味では技術を習得したいのであればしっかりとインドアのテニスクールでちゃんとしたコーチに教わりながら外でプレーしていかれると大人になってもどん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 レベルでアップしていくと思いますので。 よろしければ、頑張って練習してみてはいかがでしょうか。といった形で、今回はこれで終わりたいと思います。それでは、またよろしくお願いします。どうも、さよなら。